ロイヤル・ナタール国立公園の景観ウクハランバ、ドラケンスバーグ公園は、南アフリカ共和国クワズール・ナタール州にある自然公園である。南アフリカトレソトにまたがるドラケンスバーグ三脈役に設定されており、ロイヤル・ナタール国立公園をはじめとする複数の自然保護区群で構成される。2000年にユネスコの世界遺産リストに加えられた。その理由としては、自然美と 生物多様性からなる自然要素、サハライナンのアフリカでは祝いが最も密集している地域であることなどの文化要素の両面があり、複合遺産としての登録となった。2013年に隣接するレソトのセアラバセベ国立公園が拡大登録されたことにより、世界遺産としてはマロティドラケンスバーグ公園の一部となった。ウクハランバドラケンスバーグ公園は、 以下の複数の国立公園や自然保護区をまとめて1993年に設定されたものであり、1997年にはラムサール条約の登録地にもなった。以下にこの自然公園を構成する国立公園や保護区を掲げるが、国有林の面積には森林内の野生生物保護区の面積を含まない。ドラケンスバーグの祝い2000年に、 南アフリカ共和国4件目の世界遺産として登録された。評価のポイントは3000メートル級の山々が織りなす、自然美、ヒゲハゲタカをはじめとする希少な動植物を含む、生物多様性、そして4000年以上の3人の文化的伝統を示す3万5000点以上の岩江群などである。当初の登録面積は24万2813ヘクタールであった。 2013年に隣接するセアラバセベ国立公園が拡大登録されマロティドラ・ケンスバーグ公園の一部となった。当初は単独の世界遺産であったことから日本でも世界遺産関連文献や観光ガイドなどで多く言及されてきた。しかしその表記には様々な違いが見られる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。